小山田信長は、海の国鶴軍の国衆。公衆軍内小山田家経図によれば、小山田氏の十三代当主で、かなは、孫三郎、宝妙、幸運を称したという。なお、戦国時代に、小山田氏一族はかなに、渡るに始まる名を用いていることから、孫三郎は、や三郎のご毒と考えられている。小山田氏当主、小山田八太郎は、ことされる。 甲州軍内を山田氏系図によれば、姉妹は、甲斐の国主後、武田信政の妻となり、油川信江、岩手縄美兄弟の聖母となったという。高学寺室町時代には、鶴軍において、平良聖小山田氏の足跡が見られ、鎌倉大蔵氏や、武田家所系図では、平良小山田屋次郎の娘が改斐後、武田信光に嫁いだと記しており、 戦国期の小山田志東氏と同様に、平ら星で、渡るで始まるかなを用いていることが注目される。海の国では、室町時代後期の明王年間に、武田信政の子である、守護、新縄と、油川信江の間で抗争が発生し、工学事文書によれば、信長はこれに乗じて、鶴軍田原座との工学事業を横領した。工学事文書によれば、明王七年に、 新名は、新衛館では僕が成立すると、信長は、明王八年九月に横領文を、高学寺に完付したという。信長の顔も記されており、この時点で信長は、平ら性を称していることが確認される。海の国史、海の国社記、寺記によれば、文明六年には、軍内の幼稚院の海祖である、幸運の存在が見られる。朝政事文書によれば、この幸運は、 幼津院に治療寄進を行っており、鶴市の小山田氏の菩提寺である朝政寺には、戦国時代の小山田氏当主、小山田信繁が元気2年に同時に与えた安堵状が伝わっている。この安堵状では、歴代の小山田氏当主が与えた治療が記され、その中に幸運の存在が記され、信長にあたると考えられている。また、会の国史総工、森島家文書、 森島矢十郎その進む以降では、実名が、不詳の人物として、幸運因果大前縄門の存在を記し、さらにこの人物の命日を、九日としており、これが信長にあたると考えられている。また、海の国史資料によれば、永正十七年には、現在の大月市賑岡町に所在する、円通寺の胸札の放火者に、藤原長吉、匠女長吉、奥脇長吉、 志村長吉の4名の人物が記され、いずれも、長の一時を持っているため、信長からの返記であるとも考えられている。武田氏では信政、新縄の死後に、新縄着難の信長と、油川信江、岩手縄尾兄弟の間で抗争が再発し、小山田氏の当主、八太郎は、新へ法に属している。これは、甲州軍内小山田家系図に信長の姉妹が新へ、 縄り兄弟の聖母となっていることが背景にあると考えられている。ありがとうございます。